皆さんこんにちは。今回は杉並区の阿佐ヶ谷を紹介します。阿佐ヶ谷は新宿から10分ほどで行ける場所ですが、なんとなく地味な印象がある街ではないでしょうか。実は戦前から新興住宅地として発展してきた場所ですので、広域から人を呼び込む街ではなく、阿佐ヶ谷は人が暮らしている住宅地なんです。この動画では地元民が利用している商店街や飲み屋が軒を連ねる路地を中心に街の様子をご紹介していきます。大正11年に開業した JR 阿佐ヶ谷駅、昭和41年に高架化されるなど、中央線の駅の中では比較的早く駅舎の整備が行われました。阿佐ヶ谷駅には各駅停車の総武線と平日のみ中央線の快速が停車します。週末は中央線は通過してしまうことからも、阿佐ヶ谷は広域から人が訪れる街ではないことがうかがえます。阿佐ヶ谷駅には以前駅ビルの阿佐ヶ谷ダイヤ街と駅中のディラ阿佐ヶ谷という商業施設があったのですが、2017年にリニューアル。現在はビーンズクルク、プラス、テクテの3つからなる商業施設、ビーンズ阿佐ヶ谷として営業しています。それでは阿佐ヶ谷駅の南側から紹介していきます。南口には地元民が毎日のお買い物や飲食で利用している大きな商店街が4つあります。パールセンターは南口から青梅街道にかけて700メートル続く商店街。戦後阿佐ヶ谷南本通り商店街として開業したこの商店街は、アーケードの設置やタイル舗装などいち早く手掛け、今では阿佐ヶ谷を代表する商店街になっています。商店街の入り口付近にはチェーン店や飲食店が多いのですが、進んでいくとスーパーや生鮮食料品店など住民のためのお店が軒を連ねています。阿佐ヶ谷七夕祭りが開催されるなど有名なパールセンターですが、唯一の問題と思えるのは商店街を車が横切ること。歩いていると途中で何回か商店街を横切る車によって足止めされます。パールセンターの先には昭和42年に誕生したスズラン通り商店街が連なっています。都内の商店街でよく聞くスズランですが、その由来は神田神保町が大正14年にスズラン型の街路灯をつけ商店街にしたことが発端だそうです。現在都内には阿佐ヶ谷のスズラン通り商店街をはじめ20カ所のスズラン通りがあるそうです。総武線に沿って東西に伸びている一番街、70店舗のお店が軒を連ねているこの商店街はかつて阿佐ヶ谷文士村と呼ばれていた場所。昭和初期阿佐ヶ谷には与謝野晶子や太宰治など文豪が住んでいて、頻繁に飲み会が行われていたそうですので、この一番街でも文士たちが酒を飲みながら意見をぶつけ合っていたのかもしれません。一番街を東へ歩いていくと高架下の商店街アルーク阿佐ヶ谷の入り口があります。子育て世代を応援するコミュニティ空間をコンセプトにしたこのストリートは阿佐ヶ谷で一番おしゃれな場所かもしれません。アルーク阿佐ヶ谷が2022年に開業する以前はこの場所は阿佐ヶ谷アニメストリートと呼ばれていました。歩く阿佐ヶ谷の南側には桃園川緑道が伸びています。
杉並区の天沼弁天池公園を源流に神田川へ流れている桃園川を暗渠化し、昭和42年に整備されたこの緑道は地元民のお散歩コースになっているようです。桃園川緑道を歩いていくと、杉並区のパワースポットとして知られる馬橋稲荷神社があります。鎌倉時代の末期に創建されたといわれる馬橋稲荷神社の特徴は、東京三鳥居の一つに数えられている壮大な鳥居です。樹齢400年の檜を使用した高さ8メートルの朱塗りの鳥居や、左右の柱に龍が得られた双龍鳥居など、馬橋稲荷神社には見どころがたくさんあります。欅並木で有名な中杉通り、お梅街道から早稲田通りまで 1.5km にわたって植栽されている欅は、戦後殺風景になってしまったこのストリートに緑を取り戻したいと願った地元の人たちによって119本の苗木が植栽されたのが始まり、今では東京を代表する欅並木になりました。中杉通りを歩いていくと、左手に杉並区役所があり、その先は青梅街道に突き当たります。中杉通りの西側には閑静な住宅街が広がっています。駅の周辺にはまんべんなく人が暮らしていますが、中でも中杉通りの西側と東側に集中し、2018年には東京で住みたい街の1位になったそうです。駅前から西へ200メートルほど伸びている川端通り商店街、昔はこの場所に用水路が流れていたのですが、昭和10年に暗渠化され、その後飲み屋が集中する商店街が生まれました。川端商店街の一角にある飲み屋横丁、伊調工事長屋風の建物にバーやスナックが軒を連ねるこの横丁は、地元のおじさんたちが利用している飲み屋街です。川端商店街の先にある釣り堀鈴木園は、大正13年に創業した金魚の釣り堀、金魚池には1万匹の金魚が泳いでいます。釣り堀の周辺は家賃が安そうな古いアパートが密集しているエリア、この場所からでも駅まで5分ですので、一人暮らしの方にとっては穴場だと思います。それでは続いて阿佐ヶ谷駅の北側をご紹介します。北側にも地元民が利用している商店街や飲み屋街があるのですが、少し歩くと映画館、公園、神社などが点在し、駅の南側よりも少し文化的な雰囲気を感じます。北口から総武線に沿って東へ300メートルほど伸びている阿佐ヶ谷新進商店街、阿佐ヶ谷は戦中戦災に合わなかったため、区画整理による基盤整備が行われないまま市街地化されてきました。くねくねとした細い道に車が往来するこの場所も、戦前からあった道にお店が立ち並び、商店街を形成していったのだと思います。杉並区では今、交通安全と震災時の対応のための新しい街づくり計画を進めています。数年後にはこの阿佐ヶ谷新進商店街の景色も変わっているかもしれません。北口から高架下に沿って西へ伸びているスターロード、この辺りは戦後闇市と飲み屋が軒を連ねていた場所で、今も昭和の雰囲気を残しているストリートです。スターロードには150店舗のお店が営業していますが、その多くは居酒屋、焼き鳥屋、スナックなどの飲み屋さん、
著名な漫画家やミュージシャンの御用達のお店もあるそうです。スターロードの北側にあるラピュタ阿佐ヶ谷はアニメ映画専用の映画館として1998年に開館した複合施設。館内には映画館をはじめ小劇場、そしてフレンチレストランの山猫軒があります。こちらはラピュタ阿佐ヶ谷の近くにあるモーク阿佐ヶ谷。以前は2015年に開園したユジクという名前のミニシアターだったのですが、運営する会社内のトラブルにより2020年に一時閉館。その後2021年にモーク阿佐ヶ谷として営業が再開されました。続いて中杉通りの東側を紹介していきます。こちらは1429年に阿佐ヶ谷の法泉寺の小寺として創建されたと言われている世尊院。明治から大正にかけてこのお寺の境内には当時の杉並村の役場が置かれていたそうです。こちらは当時の阿佐ヶ谷村の鎮守として親しまれてきた阿佐ヶ谷神明宮。江戸時代に江戸の観光名所を紹介した江戸名所図絵にも掲載されていたほどの有名な神社です。僕が訪れた時も参拝客はもちろん、この神社で結婚式を挙げている人たちなどたくさんの人たちがいました。阿佐ヶ谷神明宮の北東には閑静な住宅街が広がっています。多分この辺りはある程度お金に余裕のある人たちが暮らしている場所だと思います。住宅街の一角にある杉並区立阿佐ヶ谷中央公園。阿佐ヶ谷中央公園にはアスレチックや大型の複合遊具はありませんが、滑り台、ジャングルジム、砂場など未就学児向けの遊具が設置されているこの公園は、近隣の子育て世代が子供を遊ばせにやってくる場所として利用されています。こちらは宮崎駿監督がトトロが住みそうな家として本で紹介したことがきっかけとなり、平成22年に開園した A さんの庭。この場所には大正時代に建築された民家が建っていたのですが、空き家となったためその跡地を杉並区が公園として整備しました。宮崎監督も設計に関わったこの公園は、かつてこの地にあった住宅の佇まいの風景が継承されています。今回は杉並区の阿佐ヶ谷をご紹介しました。阿佐ヶ谷は中央線沿線では比較的地味な印象の街ですが、首都圏を対象とした住みたい街ランキングでは常に上位にランクインしているほど人気の街です。お隣の高円寺や荻窪のような騒々しさがなく、また商業施設も充実していますので、特に40代50代の方にとってはとても住みやすい街だと思います。